です。気持ちよかったら言ってください。ああ全然。やめますから。平気な人は全然平気なんだけど、やっぱり嫌な人は気持ち悪いからさ。多分全然平気だと思う。こんな硬いの？いやこれは今ホルマリンで固定してるから。柔らかいです。あとふに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 です。だからこっちが卵巣。でこっちもこれが卵巣。だから双角子宮になってて、それでこっちが子宮頸管の方。で膣になってる。だから卵巣と子宮。卵巣と子宮がここは子宮頸管のちょっと上のところでね、結紮として切るとだと普通発情しなかったらこのね4分の1ぐらいだと思うんですよ。そうなんだ。めっちゃちっちゃいです。でもすごい発情してます。まだ発情してますもんね、手術しても。あ、そう。それは残ってますわね、ホルモンが体の中に。でもそれが抜けちゃうと発情は止まると思います。はい、ということで、はい、まあ形は正常です。はい。で取れた時はもっとピンク色ですよ。はい、綺麗な、なんか酒のつまみみたいだね。持ってきます？いらないじゃん。こちらで処分しますね。みんな持って帰るもんなんですか？いや、誰も持って帰らない。誰も持って帰らないですね。まあ、でも、ホルマリンに入れてるから、ずっと置いてけることは置いてくれますけどね。冷蔵庫とかに入れて？いや、そのままです。え、そうなんだ。記念に持ってった方がいいかな。いやどうです？そんな、でも、もしもの時の処分に困らない。あ、そうだよね。はい、で、日後の経過はね、はい、あ、そっか、ごめんなさい、うん、今の動画撮ってたね。そんで、日後の経過はいいですよ。はい、今日からもご飯食べてますから。あ、食べてる。食べてる。そこから食べればとってもいいですね。でただね、うん、昨日の最初はね、うん、すごい効いちゃったんですよ、麻酔前頭薬で。本麻酔に行く前のやつで、うん、でふにゃふにゃになっちゃったから、うん、その動画見たらすごかった。それで毛刈りができちゃったんだけど、でもさすがにそこから気管に管入れようとするとちょっと嫌がったから、うん、もうやっぱ本当のやつをちょっと打って寝て、うん、で術中はまあまあ順調よく行きましたね。それからあとおしっこしたんですよね、はい、でおしっこ調べたら石がいっぱい出てる。石？石、あ、ごめんなさい、結晶。石のちっちゃいやつが、うん、だからカルシウム系の結晶だと思うけど、今食べてるのってあれどこだっけ？ロイヤルカナンと、あの下痢をちょっと消化器サポートっていうサイエンスヒルズのやつを混ぜてやってる。結局なんか捨てるのももったいないなと思って、しーちゃんが、前のしーちゃんがいるときに買って、うん、今日からご飯買いました。だからあ CD マルチコンポートっていう、まあちょっと結晶を作りにくい、はいはいはい、そういうご飯で、それに変えた方がいい、変えた方がいい、うん、と思います。あのね、これ何になる、何出たと出るの、これが。でも体質だと思いますけどね。今さっきが400倍、今が100倍、うんうんうん、でこれが40倍、うんうんうん、でこれピントを合わせるとすごいですね、うん、でこれが固まって膀胱結石になっちゃうんですよ。だからおしっこ調べれてよかったですよ。でまあ、またあのご飯これに切り替えて、うん、そんなすぐには変わらないからさ、1週間ぐらいしたらまたおしっこ見た方がいいかな。これがとにかく印象です。びっくりしました。なんとで、うちほらカリカリ、まあ、測って先生に測れ、なるくらい食べてるか測れって言われて測ってるけど、基本的に出しっぱなしだからカリカリは交差するよね。だけどご飯をしーちゃんもね、食べちゃうじゃんね、それ一緒に。別にそれ食べても問題はない。でもしーちゃんってさ、子供用食べてるでしょ。子供用。まだあの子子供用食べなあかんね、痩せてるし。で、一応こっちゃんもまだ1年未満だから、まだ子供用食べてる。子供用でもいいんだけど、でもあんだけおしっこにさ、結晶が出てたら、そう、おしっこの、そういうの作りにくいご飯にしんと、なんだろう、CD マルチケアってさ、あんまり若いのか見てない。
制限ない、ね、成長期、まあ、あの子はもう、やっぱりしーちゃんはあんまりちょびっと食べる分にはいいけど主体にはできないね。どうしようかな。だから今が2ヶ月、3ヶ月だっけ、もう3ヶ月やっぱご飯もちょっと受けといてもらわん難しいよね。でもね、反対に言ったらさ、あの森岡さんが江戸区にご飯食べさせていなくなったら避けたっていいんですよ。お水さえ置いとけば死なないから。そうするとまた帰ってきたらさ、もうお腹空いてるからさ、ガガッと犬みたいに食べると思う。ない時間さえ作れば。どっちかというとしーちゃんの方が食べるでしょ。しーちゃんの方が食べる、食べる。だからでまたしーちゃん食べなあかんからさ、あの子。でもさ、ほんとすっごい前のしーちゃんと比べても、今のこちゃんと比べても、すっごい食べ方もガツガツしてるし、でも皿とかも舐めてピカピカにするし、食欲はもう旺盛なんだけど痩せてる。なんで太らないのかなって思うの。なんかだけどさ、寄生虫がいそうな感じだよね。まあだから、あの、なんだったっけ、レボリューションとかブロードラインとかこれ垂らしてるでしょ、あれ予防だけど治療にもなるから毎月ちゃんとやっていくと、そんな強力には落とさないけど徐々に落としてくれるし、またあんまり栄養状態が良くならんかったら検便して虫いなくてもね、虫砕きしていいんですよ。あのドロンタールっていろんなの虫砕きしてね、それするのも方法ですね。出てなくてもね、若い子の場合はだってさ、検便して100%は拾えない。たくさん威力は拾えるけどね。なんで太らないかなと思ってね。まあ、体重と食事をよく見ていきましょう。はい。